エルコシュイラク内におけるエルコシュの位置エルコシュ、英語、アルコッシュ、アルコッシュ、アルクシュ、シリア語、ユダヤアラム語、アラビア語は、イラク北部のニネベ平原にある集落であり、テルカイーフ行政区域に属する村である。ニーナワー県の県都である、モースル市から約 45km 北部に位置する。住民の多数派は、アッシリア人とヤズイーディ京都であり、少数派にアラブ人がいる。 カルデア教会に所属する住民は一般に民族的にはアッシリア人に分類される。しかし彼らはしばしばメンバーがアッシリア人と呼ばれるアッシリア東方教会には所属しておらずカルデア人という言葉と対照的である。こうしてサミズバイダはエルコシュをもう一つのアッシリア人の中心地と呼んだ。また1933年にエルコシュより 北の地域で起こったアッシリア人に対する指名レの虐殺の際には当時の大英帝国のモスールの管理監査官であった RS スタンフォード大佐は虐殺があった際他の虐殺も計画されていたと述べている。ロナルド・センピル・スタンフォードはエルコシュについて数百人のアッシリア人の男性、女性、子供が自分たちの村での略奪から逃れてきており カルデア人のクリスチャンの事前によって生活していると述べている。ロビン・ホーマイズド・モノスタリー東方教会において、エルコシュは、ラバン・ホーミズド修道院に近いことから、重要視されるようになった。修道院の名は、17世紀の創始者であるラバン・ホーミズドにちなみ、彼は、東方教会の教会の聖人として敬われている。この修道院は、山の斜面に建てられ、 シリア正教会以外の他の東方教会の中心地から遠くない東方教会の学習の中心地であった。また15世紀後半以降は東方教会の長老たちの墓所であり、シムンドクの時からエリアの系統と呼ばれた長老たちの時代まで彼らの指教座であった。陶器にはススいよりエルコッシュと切り離されて孤立するため長老たちの永住地にはならなかった。 その長老たちの系統は、通常は、モースル系統と呼ばれるか、または、エルコシュの住人と呼ばれた。1552年の分裂の際に、修道院の大修道院長であるヨハナムスラーガが、長老の世襲性に不満を持っていた司教たちによって、正当でない形で長老に選ばれた。伝統に従えば、長老は特定の家族の一員だけが昇進できる地位。 つまり大司教だけが任命することができる。そのため、スラーガはローマに旅行し、そこで新しく選ばれた長老として謁見し、カトリック教会と合同し、教皇に任命されて、長老と承認された。彼とその後継者は、居住地をさらに東に定めた。この分裂は、歴史家が東方教会の伝統主義者と呼ぶのとは反対に、カルデアカトリック教会の交流につながり、 1976年には、正式に、アッシリア東方教会の名称を採用した。17から18世紀には、スラーガが1552年に破壊した、正統派のエル・コシュの長老の系統がローマに、接近した。特に58年にわたるエリア、殿下の知性の間はそうであった。彼は、ローマにたびたび手紙を送り、その一部は、カトリックの教えに沿った。 信仰告白が含まれていたが、ローマ教皇の承認は得られなかった。しかし、正統派の伝統主義者から長老が選ばれるのは、特定の家族の一員だけであり、自分を1778年以降カトリックであると考えていたヨハナム・ホーミズドが、1830年にカルデア・カトリック教会の長老に選ばれた。サポーズド・トゥーム・オブ・ザ・プロフェット・ネーハム百四十七年に、 この地域を訪れたオースティン・ヘンリー・ラヤードは、非常に古代に遡る伝統に基づき、この村には、旧約聖書において、ニネベについての宣告、エルコ主人ナホームの幻の記録、という書き出しから始まる預言者ナホームの墓が存在すると報告した。ヒエロニムスがナホームの出生地をガリラヤだと同定した一方で、ラヤードは、非文や古代の遺物が少ないながらも、 エルコッシュの伝統を軽く見るべきではない、と考えた。イラクのユダヤ人は、シャブオットの間に遺跡に巡礼を行い、ナホムの墓に巡礼したことのない者は、本当の喜びを知らない、と述べた。1948年に、ユダヤ人がイラクから追放されるか、あるいは、イスラエルに移住した際、ユダヤ人の管理者は建築物の管理を、現地のカルデアカトリック教徒に委託した。 2017年に行われたある調査によって構造物に崩壊の危険性があると判定され、その後安定化の作業が始まった。2020年3月にシュラマ財団が村の人口を4567人と報告した1015世帯はカルデアカトリック教派であった。代表なき国家民族機構によると住民のほとんどはアッシリア人であり少数派として ヤズイーィ京都がいる。1913年の時点では、ヨゼフトフィンク DJ によると、7000人のカルデアカトリックが居住していた。多くの住民は1970年代以降、移住しており、少なくとも4万人のエルコシュ出身の移民、及びその2世、3世が、デトロイト、ミシガンの都市、シドニー西部の郊外にある、フェアーフィールド、 カリフォルニア州のサンディエゴに居住している。2010年2月に、イラク北部のアッシリア人、カルデア人、シリア語系の住民が攻撃を受け、モースルからニネベ平原へと避難を余儀なくされた。ある国連の報告書によると、504人のアッシリア人が一度にエルコ州に移住した。2003年のイラク戦争以降、モースルやバクダードから多くのアッシリア人が安全のために、 エルコシュに避難している。2020年の集落の人口は大まかに4600人と推定されている。2014年、エルコシュの市長フェーズジャーワレーが不当に拘留され、クルディスタン民主党のララザラに交代させられたが、最終的に住民の抗議により復職した。ジャーワレーは、再び2017年にイラク連邦法廷に却下されたの汚職の告発によって、 KRG によって交流され、交代させられた。エルコシュはステップ気候であり、極端に暑く乾燥した夏と涼しく湿潤な冬を伴う。ウィキメディアコモンズには、エルコシュに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。